ベルさん、任務中ですか？後ろの方は？私はアロイスと申します。ただの商人です。あ、客人でしたか。歓迎いたします。お手数ですが、あなたの身分とこちらに来た目的を教えてください。セピロス騎士団があなたの安全を保証いたします。私はモンドからリウェへ酒を仕入れに。そうでしたか。しかし荷物などが見当たらないようですが、モンドを訪れる酒商人リストにも名前が載ってないみたいですけど。それは初めてモンドに来たからです。これを機にリストに載るはずです。そうですか。ではリーユエ総務士から発行された証明書を提示してください。身分を確認する必要があります。そんなものがあったのか。そうでした。荷物の中に置いてきてしまったんです。荷物？すみません、こちらの方は先ほど魔物に襲われて荷物をなくされたそうなんです。先に休んでいただいて、それから騎士団に登録するというのはいかがでしょうか？騎士団ガイド第10条によりますと、外国からの見知らぬ客人が来た場合、慎重に対応する必要が。しかし騎士団ガイド第2条には、客人には失礼がないよう対応するとも載っていたはずですよね。この状況は騎士団ガイドにもどう処理すればいいか書かれてないですね。はい、あなたがいれば問題はなさそうですね。はい、なんたってあの風魔竜からモンド城を守ってくれた栄誉騎士様なのですから。風魔竜？それはそれは、お気遣いありがとうございます。はい、ではこの方がモンドにいる間はお二方にお任せします。アロイス様はお酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご休憩なさるのはいかがでしょうか？それはありがたいですね。ではお言葉に甘えて。エンジェルズシェアか。この木だるにはありったけのモンドの名酒が。これらを偽装できれば。仕入れと言ったんです。お待たせしました。お酒をどうぞ。これはダンディライオン酒をベースにしたカクテルです。バーテンダーの方に鎮静作用のあるドドリアンを入れてもらうようお願いしました。長旅でお疲れでしょうから、いきなり冷たいものを飲むのは胃によくありません。ですので氷を少なめにしておきました。お口に合うといいのですが。神聖。このお酒はモンド人なら誰でも飲めるんですか？なるほど。この話は一旦置いときましょう。お酒を飲んでたらなんだかお腹を空かしていたことを思い出しました。お腹が空いていたのですね。私の不手際でした。もっと早くに知っていれば、お会いした時にパンケーキを分けてあげられたのですが。はい、そこに行きましょう。
すごく香ばしい匂いです。やはりモンドのお酒を売るにはそれと一緒におつまみも必要不可欠ですね。醸造技術よりレシピの方が手っ取り早いかも。私が言いたかったのは、ダンディライオン氏の醸造技術は特殊で偽造が難しいので私たち商人も安心できるという意味です。この話は終わりにしましょう。メニューとこんなに種類があると悩みますね。それでしたら選ぶのをお手伝いしましょうか。じゃあお願いします。はい、アロイス様は獣肉と鶏肉どちらがお好みでしょう。正直どっちでも。この店のステーキは全て清泉町からその日のうちに運ばれてきた新鮮なお肉を使っています。おすすめはミディアムで、噛むたびにお肉の味わいがお口全体に広がります。そして鶏肉のスイートフラワー漬け焼きもここの名物料理です。外はカリッと中はジューシー、お酒にも合います。しかしこの二品ですと栄養に偏りがあり、あまり健康的な食事とは言えません。ですのでキノコピザと満足サラダをお付けすることをおすすめします。問題ございませんでしたらこれで注文しますね。さっきの不手際を謝罪するためにもここは私におごらせてください。いいんですか。これじゃまるで。ご安心ください、これはお客様の最初で最後の食事、粗末にするわけにはいきません。この食事ただの接待ってことでいいんですよね。なるほど。栄光の風はどうでしょう。最後は記念として忘れられない思い出の品をアロイス様にお送りしたいと思います。やっと終わりですか。あれ、記念とは。最近ますます賑やかになってきましたね。はい、ノエル、あなたが欲しがっていたものです。ありがとうございます、マージョリー様。アロイス様、これをお受け取りください。ありがとうございます。この木彫りは大切に。あれ、これはセピロス騎士団の騎将。セピロス騎士団メイドのノエル、モンドを代表しセピロス騎士団と共にあなた様を歓迎いたします。あなたはメイドではセピロス騎士団の人だったんですか。この贈り物は。ただの記念品ですか。準備する時間があまりなかったのでこの程度のものしか。それでも楽しい思い出に残るモンドの旅であったことを祈ります。私になぜここまでしてくれるのか正直わからないのですが、荷物もないし身分を証明するものもない、見るからに悪いことを企んでそうな人ではありませんか。証拠がなくとも騎士団に引き渡して調査させれば。こんなに手間をかけて私のためにこんな用意をして、魔物とか荷物とかが嘘だったらとか考えないんですか。そのようなことはありません。私はただ騎士団メイドの責務を全うしているだけです。
騎士団ガイド第2条。たとえ相手が不審者に見えたとしても、疑ったり敵意を見せたりすることを禁止する。あなた様は、モンドの客人です。私とモンド城は、あなた様を歓迎いたします。たとえ、あなた様の言ったことが真実である可能性が、ほんのわずかだとしても。魔物に襲われ、荷物をなくした。まさに助けが必要な方です。もしそんな客人を、ただの疑いからないがしろにしては、騎士団メイドのナオレです。そこまで。ありがとうございます。私は、そろそろモンド城を離れます。え？こんな急にですか？まだ、あなた様の荷物を探せていませんが。いいえ。もう、どこになくしたか、思い出しました。私は、遥か遠い場所に、それを置き去りにしてしまったようです。次は、必ず持ってまいります。そして、メイドさんの接待に値する客人として、またモンドに来ます。何を言っているのかわかりませんが、なくしたものを取り戻せるのならいいことです。短い旅でした。でもメイドさんのおかげでたくさんのものをいただきました。さようならモンド。さようならメイドさん。あ、はい、さようなら。モンド城、そして私、セピロス騎士団メイド、ノエル。いつでもあなた様を歓迎いたします。なあ、聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。